2014年9月17日、現プロキックボクサーの徐藤真宙が、脳溢血などが原因で53歳の若さで亡くなった。彼の私は、多くのファンや関係者に深い悲しみをもたらした。徐藤はその話まりしいキャリアを通じて、多くの人々に感動を与え、その余地は永遠に語り継がれることだろう。アイス・ジョトーのプロデビューは1988年、キックボクシング界に新風を巻き起こした。その後、彼は全日本ライト希望座、KU ライト希望座、そして NKB のウェルター級及びミドル級の王座を獲得し、その技術と闘志で観客を魅了した。彼の試合は常に熱狂的なファンの声援に包まれた。キックボクシングだけでなく、ボクシングや空手においてもジョトーはその命を過ごせた。ボクシングでは同日本新人号とナメントで準優勝し、空手では飛信館第7回全日本ウェイト集空手道選手権大会中量級で優勝を果たした。その多彩な格闘技の才能と努力の積み重ねが彼を格のチャンピオンへと導いた。デビュー当時はバンタム級であったジョトーだが、年齢とともに階級を上げ続け、重い階級でもその技術と強さを証明してみせた。特に2006年6月のライズでのワイキキシ戦での KO は、彼のキャリアのハイライトとして語り継がれる。その一戦で見せた圧倒的なパフォーマンスは、多くのファンの記憶に刻まれている。ジョトーのセンスの良さはファイターとしての一面だけでなく、その人間性にも現れていた。彼は天才と呼ばれ、図からもジニアスをキャッチコピーとして使用していた。その逸材ぶりハリング内外で村木を放ち、多くの後輩たちに影響を与え続けた。最近では息子の存続健太がブレイキングダウンに出場し、再び書道の命が話題となった。息子の活躍を通じて書道の魔女とその影響力が次の時代に引き継がれていることが感じられる。ソネの席を清息子の子に、多くのファンは熱い応援を送っている。主著と真鍮の人生とその攻撃は、多くの人々に勇気と希望を与えた。彼の主義はこれからも語り継がれ、その精神は未来のファイターたちに引き継がれていくだろう。ジョトー真珠、永遠なるジニアスとして、彼の命は格闘技界に燦然と輝き続ける。